ホノルル市街地で、ラハイナヌーン、ラハイナヌーンは、地球上の熱帯地方で太陽が真上に来る、太陽直下点で昼頃、直立した人や物の影が消える、天文現象である。米国ハワイのビショップミュージアムが、名称の工房を経て命名された。ラハイナは、マウイ島の都市名であるが、そのハワイ語の原理、残酷な太陽という意味である。 地球上の北海域線と南海域線に挟まれた熱帯地方では毎年2回太陽が真上に来て太陽直下点になる天文現象がある。この時直立した人や物の影が消えるように見えこれをラハイナヌーンと呼ぶ。全米50州の中で唯一熱帯にあるハーイ州でポリネシア文化紹介に重きを置くビショップミュージアムが1990年代に 名称の公募を経て命名したもの。南太平洋から天体の動きをガイドにハワイへ渡ってきたと言われるハワイ先住民は、こうした天文現象には敏感で、各地でラハイナヌーンに関する様々なジンクスが伝わっている。ハワイで発行される天文関係、星座案内などの本には、ほぼ必ずラハイナヌーンの解説がある。現在この時期になると、 ハワイ各地で何時らハイナヌーンが起こるか、ビショップミュージアムやイミロア天文学センターが公表して、現地の新聞、テレビなどで広く伝えられる。南東から北西へ広がるハワイ諸島の各地で、最近の日時は、これらの日時は、毎年数秒数十秒の単位で変化するだけで大きく変わることはないが、むしろ、ウルード氏に関連して4年周期で変化する部分が多い。 ハーイ州におけるラハイナヌーンの日時は、ビショップミュージアムでその年の天文現象ハイライトで発表されるので、2018年以降の日時はインターネットで、このページ2018アストロノミーハイライツの髪型の URL アドレスの2018を2019、2020などに変えて調べるといい。中米のマヤ文明でも天文台は、 天体が天朝へ来るのを観察するように建てられていて、ラハイナヌーンに相当する日は、下死、当時と並んで祝われていた。この地域に、キリスト教を広めた、宣教師たちは二人のカトリック聖人の日が大変、人気があったのは、この日を祝う、旧風習を、人々が温存したいからだったのを知ることになったという。ラハイナヌーンという言葉は、ハワイ以外でも使われ出している。 ありがとうございます。